はいどうも、ハリウッド俳優のジャギーでございます。本日はですね、なんか切ってもらった髪がね、いい感じですよね。いい感じ、感謝してないよ。感謝してます。はい、ボビーさんとね、あと2人のベビーと一緒に、ジャギーかを連れてですね、今日は、4月2日初詣にね、このリトル東京に行かせていただきました。リトル東京のね、様子をね、1月2日のリトル東京の様子をね、撮っていこうと思いますので、よろしくお願いします。明けて2日のリトル東京、行ってみよう。いやいや、なんかデコレーション、これクリスマスのデコレーションが残ってるのかね、この櫓ね。ランドマーク的なリトル東京のね、櫓。これってクリスマスのリトルですね。クリスマスの時、広島風お好み焼き新築には閉まってますね。で、この大政も閉まってる。この大政に確か、リスナーの一人の、ありがたい竹内さん、いつもコメントくれる竹内さんが勤めてらっしゃるのかな。大政でよかったかな。これ何かな、ちょっとよくわかんない。あら、ここね、このお店が何になってますね。いや、さすがにコロナ禍で潰れてるお店も多いってことですかね。いやー大変だね。でもまあ空いてるお店は空いてると、すごい盛況ですね。寿司ね、丸いやらしますね。おいしそうだね、丸いやら。いや、ここら辺から混んでるよ。いや、コロナ禍だっていうのにみんないっぱいだね、これ人が。すごいね、周りはすごい。あ、アミーガさん、これ並んでるよね。これ何人って、何人並んでるのかな。あ、これ有名な、どこにでも、どこのものにも結構ある東京っていう、日本の土産物とか。あ、今はやきだ、今はやきの店、超好きだけど。あ、弁当屋さんみたいな。あ、これいいね、あれいいね。あ、でここに広場があって、クリスマスツリーがまだ残ってますね。で、あ、これ有名な昔からやってるね、和菓子屋さんがあって、で、この前入った山崎パンね。いや、全部混んでるね。だってミジアム並んでるよ。だって、あの餅屋も入りたいな。あ、ここ資生堂パン、衣装が何か、あ、表で売ってるんだ。いいね。よし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 、なるほどね。我々が、ハンパン食べた、ハンパン何食べたっけね、なんかね、ハンパンじゃないね、メロンパンじゃない、メロンパンだった、メロンパン食べたね。あの石がここにあったね。すごいな、お前リトル東京全然混んでんじゃん。てかクリスマスデコレーションめっちゃ残ってるし。ここにしようかね。ここにも一応ね、神楽あるね。あっち行ってみれば、ちょっとなんかすげえ盛況だよ。ここ行ける。すげえ、モンキーパンツっていう、なんかぬいぐるみ屋さんみたいな、土産ぬいぐるみ屋さんみたいな。ここも焼肉だって、知らなかったよ。焼肉屋さん、トリアンキューだって、トリアンバーベキューがあるさ。あ、なんだ、あの2階にもなんかよくわかんないけど、カフェみたいなのあるじゃん、これ。なんだろうね、あ、ここだ。え、ここだ。電柱。わかんないね、読み方が。これ、新しいんだ。朝口エヴァ、新しくね。2階だ、これ。ラーメンだね、あれ。ラーメンっぽいな、すごい。10% オフ、エンタイアオーダー。グランドオープニング、ラーメンだよ、きっと。ラーメン屋さんね。うわ。そしてこのオタク街。
名人川口さん。めっちゃ並んでるね、すごいよ。戻りましょう。はい、いいな。なんかいろいろ高いけどね。ガスガスが多いし。ただこのお客が集まってる雰囲気がめちゃめちゃするね、これ。落書きがめちゃめちゃすごくてアングラ感がすごかったね。多分オタクの聖地なんだろうけど、一番にもいないぐらいの、この2階の人が気になるな。なんて読むのこれ、朝口エヴァ読めないよね。朝口エヴァ、え、どうじゃない、朝ロエヴァ、朝ロの読めない。今グッドタイミングカフェラね、とクリスマスデコレーション、ね、いいや、オープンって書いてあるね。あー、なるほどね。かっこいいじゃん、ちょっとかっこいい服売ってるよこれ。はい、というわけで、いや、じゃあ一応こんな感じで、はい、こんなわけで、もうこんな感じで、もうすっかり見えるしね、こんな感じで、ロサンゼルスは、リトル東京のね、ジャパニーズビレッジ来てみましたよと。1月2日のジャパニーズビレッジすげえ混んでる、他のとこに比べてもめっちゃ混んでると。まあさすが日本関連ですからね、初詣にいらっしゃる方とかがやっぱり寄って行かれるってことなんでしょうね。すごい混んでるよ、本当にびっくりした。コロナ関係ねえのかって感じ、まあ関係あったけどね、みんな並んでて、そう、そんな感じでございました。それでは、1月2日だった、2021年の1月2日、ジャパニーズビレッジリトル東京、ロサンゼルスのリトル東京から、ハリウッド俳優シャギがお届けいたしました。それではまた、バイバイ。1月2日、初詣、ロサンゼルスの初詣に来ております。やり方が日本と違う、はい、違うね、僕刺しちゃうのか。いや、もういいんじゃん、置いちゃえばいいんじゃん、置いちゃえばこれ絶対炭だから。あっ、よし、じゃこれで終わって。はい、じゃあそれで、おさい銭なし、おさい銭用意してなかったね。あれ出る、すぐ出る。いや、バタバタだったけど、で、あっちから帰っていい。高野山の米国別院、ここどこなんだっけ、何州だっけ。はい、というわけで初詣、アンロサンゼルスの初詣、リトル東京でね、ロサンゼルスの初詣終了いたしました。